ベン・ウォーレス、ベン・ケ・ミー・ウォーレス、ベン・ケ・イ・ミー・ウォーレス、1974年9月10日台は、アメリカ合衆国アラバマ州、ホワイトホール出身の元プロバスケットボール選手。類まれなる、フィジカルの強さと驚くべき、身体能力を有していた。過去に4度も、NBA 最優秀守備選手賞を受賞しており、高い守備能力を発揮する、ディフェンシブプレイヤーであり、特に、 バスケット下での守備は無類の強さを誇った。ドラフト外から NBA 入りした苦労人で叩き上げのスターであった。11人兄弟の10番目で幼少時代は兄弟とバスケットボールに打ち込んだ。弟分のベンは6にパスをもらえず、この頃からすでにリバウンドとディフェンスに精を出していたという。高校時代は バスケットの他にアメリカンフットボール、野球をやっておりいずれも、州の代表に選ばれるほどのアスリートだった。にもかかわらず、大学からは、フットボーラーとしてのスカウトはあっても、バスケットボーラーとしてのスカウトはなかったという。クリーブランドのクヤホがコミュニティカレッジで2年プレー後、高校時代からベンに注目していた、チャールズ・オークリーの推薦で2部リーグ校、バージニアユニオン大学に編入。 卒業後は NBA 入りを熱望していたが、ドラフトでどのチームからも指名されず、ボストンセルティックスのサマーリーグに参加したが、身長の低さから、ゴール下から3ポイントライン付けに配置され、実力の発揮できなかった。彼は解雇された。イタリアでプレーした後、ワシントン・ブレッツの GM、ウェス・アンセルドに関心を持たれブレッツに入団した。 当初は十分な出場機会を与えられなかったが、クリス・ウェバーが対談した後、出場機会を増やし、控えながら得意のリバウンドとディフェンスでアピールした。1999から2000シーズン開幕前に、ベンのディフェンスに目をつけた、オーランド・マジックにアイザック・オースティンとのトレードで移籍。マジックでは出場した81試合すべてに先発出場を足した。 1>, 1試合平均13.2リバウンド、1.6ブロックとディフェンス面で持ち味を12分に発揮し、全評判の非常に低かったチームをプレーオフ後一歩まで引き上げる要因となった。2000年8月3日にチャッキー・アトキンスと共にグラントヒルトのトレードでデトロイト・ピストンズへ移籍した。ピストンズ移籍後は驚異のディフェンス力を発揮し、リーグを代表するインサイドプレイヤーとして開花。 ベンは2001から02、2002から03、2004から05、2005から06の、K4 シーズンにわたり NBA 最優秀、守備選手賞を獲得。特に2001から02シーズンはリバウンドと、ブロックショットのタイトルを同時に制した、史上4人目の選手となった、他の3人は、カリム・アブドル・ジャバー、ビル・ウォルトン、アキーム・オラジュアン。翌2002から03シーズンも2年。 連続リバウンドを獲得した。2003から04シーズンには、チャウンシー・ビラップス、ラシード・ウォーレスら強力なチームメイトを得て、NBA ファイナルに進出。第5戦では18得点、22リバウンドを記録、最強のセンター、シャキール・オニール率いるレイカーズを4勝1敗で、退け、NBA チャンピオンに輝いた。翌2004から05シーズンもファイナルに進出。 サンアントニオスパーズに敗れたものの、ウォーレスは自己最高成績の9.7得点を挙げる。2003年のオールスターでは東カンファレンスの先発センターとして出場している。当時のベンの人気は非常に高く、ピストンズのホームコートは彼のトレードマークであったアフロヘアウィッグをかぶったファンで賑わっていた。しかし、新ヘッドコーチのフリップ・サウンダース体制の下で徐々に、 居場所を失っていった。2006年7月13日、ウォーレスはシカゴブルズと契約した。しかしシーズン開幕から自身もチームも不調、さらにチームで禁止されているヘッドバンドをつけスコットスカイルズへ一 c 取りなど、序盤は苦しいシーズンを送ったものの、チームメイトの活躍、そして自身の調子も上がり、3年連続のプレイオフ進出に貢献したが、 カンファレンスセミファイナルでフルスノピスンズに敗れた。2008から09シーズン、レードデッドラインの2008年2月21日、3チーム11人が絡む大型トレードにて、シカゴブルズからクリーブランドキャバリアーズへと移籍した。しかし、この頃から故障により欠場が増え個人成績は低迷するようになり、2009年の NBA ファイナル終了後は一時、 引退を匂わす発言もしたが、シャキール・オニールとのトレードで、サーヤ・パブロビッチと共にフェニックス・サンズへ移籍することが決まった。2009年7月13日、サンズはウォーレスをバイアウトし、ウォーレスは引退を決意した。しかしリチャード・ハミルトン、テーショーオーンプリンスのピストンズの黄金期を共に築いた二人の友の説得により2009年8月7日、ウォーレスは ピストンズとベテランミニマムで契約すことに合意、キャリアの中でも栄光の時期を過ごした古巣に戻ることになった。2012年2月、このシーズン限りで現役を引退すると表明した。2016年1月16日のゴールデンステート、ウォリアーズ戦のハーフタイムにデトロイトピストンズ時代に着用していた背番号3の永久欠番授与式が取り行われた。 2004年優勝時のヘッドコーチのラリー・ブラウン、チームメイトのラシード・ウォレス、低少音プリンスらと共に観戦したゲームは、ピストンズが昨年チャンピオンのウォリアーズを圧倒して、勝利した。2000年代の NBA を代表するディフェンダーであり、NBA 最優秀守備選手賞を4度も受賞するほどの卓越した、守備技術を発揮した。身長206センチメートル、 実寸は 200cm 程度と、光源とサイズに恵まれていないが、フィジカルの強さと守備技術の高さからセンターを務めていた。ペイントエリアを主戦場にするセンターとして、上背にかけるが、筋肉質な肉体、体死亡率4.0%未満、図抜けた、快力、ベンチプレスマックス 209kg、長い腕、ウィングスパン 230cm、 高い身体能力、垂直飛び107センチメートルを駆使して激しい肉弾戦を展開し、得意のブロックショットとスティールで圧倒的な存在感を示した。ディフェンスでは最大級の評価を受ける一方で、オフェンスはリーグ最下層であった。オフェンスでの仕事はリング付近のこぼれ玉勝利、味方へのスクリーンなど数字に残らないプレーに徹していた、ウォーレスは スクリーナーとしても一流。リング付近からのダンクによる得点以外は実質的にシュートバリエーションを備えていなかった。特にフリースローはキャリア通算41.8%とリーグ最下層である。相手チームからはハックアシャックならぬワックア、ウォレスの標的となっていた。手首に古傷を抱えている影響もあってフリースローではエアボールを放つことも珍しくなかった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。